WEC 世界耐久選手権にポルシェ 911RSR、同 911RSR19 で参戦するなど、精力的にモータースポーツ活動を行ってきたチームプロジェクト1モータースポーツが、破産を申請したことが明らかになった。WEC の新シーズン開始に先立ち、ドイツに本拠を置くチームは、2月26日、 月曜日夜に声明を発表。2018から19シーズンの WEC で LMGTE アマのタイトルを獲得したチームと、サーキット総公開体験プロジェクトを行っている姉妹会社のプロジェクト1ドライブタイムの両方が、30年の歴史に幕を閉じることを余儀なくされたことを明らかにした。 プロジェクト1は月曜日に発表した声明で次のように述べている。投資家、メーカー、パートナー、友人たちと何度も話し合った結果、プロジェクト1モータースポーツとプロジェクト1ドライブタイムの存続に前向きな結果をもたらすことはできませんでした。モータースポーツにも影響を及ぼしている全般的に厳しい経済状況も一因です。 このような理由から、残念ながら、私たちはプロジェクト 1GMBH、有限会社、の両者について破産を申請せざるを得なくなりました。30周年の節目にこのようなことをしなければならないのは、私たちにとって非常に大きな痛手です。チームプロジェクト1は、2018から19年の WEC、スーパーシーズン、 ニポルシェ 911RSR でエントリーし、ヨルグベルグマイスター、パトリック・リンジー、エジディオ・ペルフェッティのドライブによって GTE アマクラスのタイトルを初めて獲得した。同じトリオは2019年のルマン24時間でもクラス優勝を果たし、さらにチームは2代目のマシンも投入して2019、20シーズン、2021年、 2022年を戦ってきた。WEC では2022年のバーレーンが最後の優勝となり、2023年には AO レーシングとのパートナーシップで一大体制に規模を縮小して活動を継続していた。WEC 以外では、ポルシェスーパーカップとドイツ国内シリーズのカレラカップで成功を収めたほか、 2023年には DTM ドイツツーリングカー選手権にも進出し、二度のシリーズチャンピオンに輝いたマルコ・ウィットマンとサンドロ・ホルツェムのために BMW M4 GT3 を用意した。さらに、今月閉幕したばかりの2023から24シーズンのアズ・エル・ MS ・アジアン・ヌマンシリーズでも BMW の GT3 カーを走らせるなど、 最近まで精力的な活動を行っていた。プロジェクト1の声明は次のように結ばれている。関係者の皆様、そしてファンの皆様に心より感謝申し上げます。我々従業員の専門知識は、2024年もモータースポーツの一部であり続けるでしょう。